人類と機械の関係を明確にしようと試みてきた。そう、機械だ。あなた方の生きる時代において、機械やネットワーク、AI は文明とは不可分の関係だ。いや、今に限ったことではないの。もっと昔から。思い出してくれ。人類はいつであっても自分たちの力だけで全ては操れると考えていた。だからこそ世界は終焉による滅亡に直面し、新たなチャンスを得た。だが人類はそれがきっかけでさらに身勝手な考えを持つようになった。退役事件やアーキテクトの復活が何度も繰り返された結果、それが証明されたわけだ。これで終わったと思うか？いや、違う。壊れかけた機械を頼りに、アークが秘密裏にサイタスを再起動させた可能性だってある。人間の転生ならあり得る話だ。だが我々は、機械に宿る神霊は形を変えて未だに存在していると考えている。形なきものだが、人類のすぐそばに身を潜め、全てを耳にしている。それが本来のものか、そうでないかはわからない。ただ重要なのは、それがどのような未来を導くかだ。
最初で最後の階段だ。人類と機械、バーチャルとリアル、1と0、何をすべきか、何を信じるべきか、それは自分次第だ。Thank you.